山下清の放浪に終止符を打ったきっかけっていうのが1953年にアメリカの雑誌で「ライフっていうのがあるんですけどもこの雑誌が山下清の作品にめちゃめちゃ興味を示したんですねでどこおんねんって言うといやさーみたいな返答が返ってきたと何がさあねんって言うといやーあの放浪してますからねどこいるか分かんないんですよなんでやねんもうほんなら創作願いやーみたいな感じでライフが創作をし始めたとならそれに協力する形で朝日新聞が創作願いの記事を出したんですよ日本の みたんな,ならそれが話題となって「どこやどこやどこや」ってみんな探すようになってその新聞出した4日後に鹿児島で発見されたんですね地元の高校生が「おったでー」みたいな感じで言って、えー、そこからまあ一気に話題になったとで、まあ、これでね面が割れる形になってそこから清志が放浪しようとしてもどこでも人だかりができてしまう「あんた山下清志やろ清志やろ」みたいな感じで来るからもうこれ放浪できへんなっていうことでここで断念してプロの画家として活動していくっていう形になったんですよ。